あんたが試練を受けたのは30年前になる。ああ、お前よりも若かった。そして未熟だった。生きていたのがただ不思議だ。将軍もここを通ったのか。いや、通ったのはただの生意気な若造だ。試練の魔か。ああ、突破すれば新たな技を得得できる。培った力を示してみろ。
れ。そなたに伝えよう。はてなら、いかなる時も顔を上げ。感謝するぜ。てやっ！せりゃ！てやっ！命令が伝えるのは、古代ルシスの技。王の盾として、的確に使いこなせ。てやっ！もらって。てやっ！はっの！てっ！
今やここを訪れるのはただ愚かな命知らず。そなたもこの地で眠ることとなろう。悪いがそんなつもりはねえよ。新しきこの時代のルシスは初代王の治めた国とは違う。王に守られ平和がもたらされ、民は戦いを忘れ、ああもはや真の王の盾なども生まれはしない。なめられたもんだぜ。見返したければ無事に試練を果たすんだな。最後までいくら傷を受けようと立っていられるか。さて、一休みすっか。休めるときに休んでおけ。
二度もここへ来ることになるとは感慨深いもんだな。30年も前だろ。当時から肝が据わってたってわけだ。少し話でも聞くか。剣聖ってのはどんなやつだったんだ。覚えているのはあの目だ。相手の動きを見透かすような、いや、動きだけではなく策や感情までも。心しておけ、下手なごまかしは効かん。面白そうだ。よし、行こう。王を守る者には磨かれし肉体と精神とどちらも欠けてはならぬのだ。盾ならば偽りなき目で己を見つめる。偽りのない目か。
敵と対峙したなら、ここで得た技を惜しみなく使え。最終試練へ望むことを認めよう。見事だ。全ての技を得得できたな。つっても試練はまだ終わりじゃねえ。牽制は他の英霊と比べられん。くれぐれも油断はするな。ここで休んどくか。